初めて安倍さんとお会いしたのはもう第1次,次安倍内閣が終わった後、えー、でしたね、はいえーまあ、1年間、ね、第1次安倍内閣なさって、まあね、あの体調不良ということで辞任なさいました、えー、でその後、ね、あのー、初めてお会いしたのが、まああのー、一番最初に、ね、ご紹介してくださったのがあの平沼武夫先生ですね。これはのなぜ安倍さんと、ねあのー つな、えー、いでいただいたかって言ったらやっぱりこの皇位継承の問題を私はずっと取り組んできましたからねもう一番最初にね本を出してからもう17年ですよ皇位、えー、継承のそそうですねその研究をして、まあ、19年もう20年近く私この問題ずっと取り組んできましたからね、えー、なので皇位継承の問題でねやっぱりこの平沼先生が、えー、まあ安倍さんがね、まあ、これから総理また2回目の総理になるかもしれないし皇位継承の問題でね、まあ、意見交換でもできた方がいいんじゃないか ということで、まああのねえー、平沼先生がつな、まあ、いでくださったということです、まあ、そこから安倍さんとのご縁が始まるわけなんですけどもあのそうですね。 1> えーまあ、第1次と第2次の間、ね、まあ、安倍さんがまあ浪人をなさっていた時ですけども私ね、ね、うん、安倍さんから直接聞いたお話、まあ、以前、ね、どこかのタイミングでお話し,したことあるかもしれないんですけども私、すごく気になっていたことがあって聞いたんですね。あの国会で、ね、主犯指名を受けて えー、安倍晋三君と言われて、ねえー、みんな、拍手して、まあ、立ち上がって会、ね、釈し,していって、ね、これで内閣総理大臣が、ね、決まったかのように見えますよね、えー、ところがそれあくまでも国会での主犯指名があったというだけであってまだ内閣総理大臣ではないわけですよ内閣総理大臣就任予定者というだけですよね、えー、でその後国会を出て、えー、皇居に行きまして、えー、そして、えーまあ、天皇陛下から任命を受けて初めて正真正銘の内閣総理大臣になるわけなんです。 で安倍さんに聞いたんですね、えー、その国会で主犯指名を受けたその瞬間の,の感じとね、えー、皇居に行って天皇陛下から、ね、任命を受けた時の感じとどう違ったんですかということをですねお聞きしたんです、まあ、こんなことを聞くのは僕ぐらいしかいなかったと思うんですけどもねそしたら安倍さんはこういうふうにです、ね、答えてくださいました。あの 1> 第1次安倍内閣成立の時ですよ。まあ安倍さんはですね、まあお父さんのね、意思を受け継いで、えー、まあ国会議員、えー、当然将来的にはお父さんが果たせなかった、えー、内閣総理大臣になるというね、まあ当然おじい様はね、えー、岸信介さんは立派な総理大臣でしたけど、お父様はね、志半ばでね、あの、総理大臣にならずに一歩手前でですね、終わってしまった。はい、えー、ですからそれをね、あのー、ね、 自分を果たすんだという強い信念の元でですね、ずっと研鑽を積んでらしたと思うんですよね。えー、そして、えー、その安倍さん曰く、あの <coughs>、えー、まあ国会で主犯指名を受けた瞬間ですね、えー、北林子。 あ、北リンゴじゃない。まあでもそういうことですよ。北たっしみたいなね。えー、ついに自分もね、総理大臣になるんだっていうですね。えー、このものすごい高揚感を感じたってわけですね。まあ私風に言うと北リンゴなんですけども、あの、まあまあね、安倍さんは、やっとなれたね、やったみたいな、総理大臣になったようやくなったってなんかそういう思いがですね、ふわっとね、湧き上がってきたんですって。えー、ところが、まあその後ね、えー 車に乗ってあの皇居に向かう道すがらね、まあ、そういう高揚感というものはさーっと引いていったというんですよですごい緊張感にまみえたというんですよねさっきまでうわーっというね,こうね、えーまあ、高揚感それが車の中でスーッと引いていった、えー、そして待てよと。いやこれは大 大変なお役割を担うことになってしまったなっていうねそういう自分がこれからね引き受けるこの責任の重さというのに押しつぶされるような感じがあったというふうにおっしゃってましたですからさっきまではね内閣総理大臣になるんだなもしかなったんだっていう感じだったみたいですけども日 日本国の内閣総理大臣という意識に変わったらしいんですね、えー、ただの総理大臣じゃない日本国の内閣総理大臣、まあ、あの大臣といえばですね、えー、かつては蘇我氏とかですね、えー、物の部氏とか、まあ、そういうですね主、えーえー、としてですねあの大和朝廷の政治を担ったそういう豪族もいましたしねそこからずっとで、まあ、時にはね、あのーあのー、関白だったり。 えーまあ、それから、えー、正義大将軍だったりとかで太政、ね、大臣だったりとかしますけども、えー、明治以降はですね内閣総理大臣という形で,ですね、まあ、もういつの時代を区切っても天皇が任命なさるということで政治を引き受ける者がいたわけですよねですからそのね、えー、もう何十人もしくはもう100人以上ですかね、えー、もっとかもっとですかね、えー、それだけの長い歴史の中でですね受け継いできた、えー、それを自分が <laughs>。 歴史の中でね、内閣総理大臣としての役割を、えーまあ、受け継いで次につないでいくというですね、まあ、そういうですね、あの歴史の流れの中で日本国の内閣総理大臣になるんだということでものすごいですねこの、えー 緊張感が湧いてきたというんですよね。はい。えー、なんからこれがなんかすごいことかなと思うんですよ。普通だったらね、アメリカでもね、あのー、じゃあ大統領選勝ったわーってやって就任式やってわーって盛り上がって終わるわけなんですけども、日本の場合はですね、そうまあ総裁選もしくはその、えー、何、主ハン名があり、で、あとは就任式じゃないんですよね。そこから、えー、皇居に行って宮殿待つの間で。 え天皇陛下から任命を受けるというねえもちろん天皇陛下が選んだわけじゃないですよええ国民が選んだ国会議員が国会で選ぶこれがえ主犯、使命なわけですえもし天皇陛下が誰がいいかなって言ってですねあの 天皇陛下が人選ななさったわけではないえそれでも、えー、天皇陛下が任命なさるということにですね本当に大きな意味合いが私はあると思ったんですね。えなので、まあ、憲法を学ぶものとしてね、えー、天皇の任命というのがどんな意味があるのかなというのは私は知りたかったですねだから主犯指名の時のこの感触とね皇居・宮殿・つのまで陛下から任命を受けるどんな感触の違いがあったんですか、えー、これをですね聞くことができてなるほど。 そういういね、えー、もちろん、ね、そんな法学の教科書なんかに出てこないことなんですけども安倍さん自身がですね、そういうふうに、えーねえー、思ったというのは、えー、大変重大なことじゃないかなと思うわけなんです。